ダルボドックとは、スウェーデン原産の森地区犬種である。犬種名はスウェーデンに在住している、ダルボ人によって飼育されていたことにちなんでいる。なお、名前の似通っている、タルボットハウンドとは全く別の犬種である。別名は、スウェーディッシュモロサー、スウェーディッシュマスティフ。紀元前千年にはすでに犬種として存在していたと見られる超古代犬種である。 このことはその頃に作られた本種のための重くスパイクの追加鉄製の首輪が発見されていることなどにより証明されている。主に羊を狼から守るための森畜剣として使われ、羊が狼に襲われると命を懸けて勇敢に戦った。なお、この時に首の急所を守る役割を果たしていたのが戦術の首輪である。19世紀の中頃になると、 スウェーデンの狼の生息数が減少し、それに伴って役目を失ったダルボドックの頭数も急速に減少した。20世紀に入ると本種の姿は全く見られなくなり、1913年に行われた徹底調査により絶滅が確認された。残されたいくつかの写真によりその姿を見ることができる。特徴を詳しく描写すると筋肉質の がっしりした体で足が太く長い。マズルは短めで、耳は垂れ耳、尾は、ふさふさした垂れを。コートは厚いショートコートで、毛色はウルフ、ブラック、ブラックタン、グレーイエローなど。体高75から81センチメートルの大型犬で、性格は忠実で勇敢であった。ありがとうございます。